悟空もベジータも、そしてご飯さえもいない地上は、たった一人の魔人に蹂躙されていた。生ける恐怖を食い止める術はただ一つ、二つの光を一つの力に変えること。その名は正義の死神ゴテンクス。最強の戦士となった孫悟飯も戦線復帰して、 Z 戦士たちが猛反撃を開始する。地球壊滅、恐怖の魔人対新たなる力。